もうすっごく楽しみ。保健室のゴミ箱に間違って入っちゃってたの、危なかったね。文化祭ライブ頑張りましょうね。それでずっとこんなに電車賃返してもらってない。やっぱり金巻き上げてるじゃねえか。あー、これには深いわけ。今日ライブすごく良かったです。ありがとうございました。まだ会場にすらついてないでしょ。素晴らしいライブをありがとうございました。だからまだ始まってないって。ちょっとでも成長したと思った私がバカでした。銀ちゃん、おはよう。お姉ちゃんに会いたい。ついに伊地知先輩まで。はぁ、ノー、コミケ参加したくて日本来たの。本当はアニソンコピーバンドしたいです。イライザはアニソンこそが日本の最先端って。この3人って。